どうもヌヌです。ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン体験版が配信されました。で遊んでいきたいと思います。体験版の流れ激戦を戦い抜けというわけでステージ1がジョゼフ・ジョースターとシーザーで第2ステージがディエゴ・ブランド。なきゃ見合わせのタッグを選ぼう。いろいろあるんですかね。セレクトキャッチュー。どうしたら丈太郎と可動員の組み合わせでやっていきますか。さくは俺のスタンドだ。通常攻撃が四角、チャージアクションが三角、ギミックアクションも三角、ぶっつんダッシュが丸、ジャンプが×、キャラクターの移動のレールが L3 ですね。ツンキャンセルが R1 と L2。 まあやっていってみましょう。エアサプレナード、オープンだゲーム。ふっふっふ、ハイエロファントの結界、エメラルドスプラッシュ、やばっ、スプラッシュライナー、クマッツイッシュ、うぅぅ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 ぅ、こんなもんじゃすまねえぜ、グーッ、シャボンファイヤー。おらおらおら、待て待て、相手とはまだ距離があるぞ。もっと近づかねえと攻撃でいいぞ。この野郎、きっちりとぶちのめしてたぞ。近くからロックオンされたぜ、気をつけろよ。だが巻き込んでやったぞ。ウロチョロしてる奴がいるぜ、気をつけな。エメラルドスプラッシュ、エメラルドスプラッシュ、エメラルドスプラッシュ、コツをつかむか。近くからロックオンするので、いいぞ。コツをつかむか。こんなもんじゃすまねえぞ。こいつはやっぱりスピードが出た。敵がいるぜ、要注意だ。なんてことはない。うまい、バックアタックで大ダメージだぜ。叩き込んでロックオンされたぜ、気をつけろよ。いいぞ、ウロチョロしてるやつがいつやれるぜ、気をつけろ。近くからロックオンされたぜ、気をつけろよ。うまい、バックアタックで大ダメージだぜ。どうしてヤツから離れるんだ。攻撃するチャンスを逃すなよ。近くからロックオンされたぜ、気をつけろ。エメラルドスプラッシュ、どうした、もう終わりか。いいぞ、おら、勘弁しやがれ。よし、ゴゴゴフィニッシュでとどめを刺せ。エメラルドスプラッシュ、さばくのは俺のスタンドだ。うわあ、俺の最後の波紋だぜ、受け取ってくれ。シーザー相手をリタイアにさせたぜ。再現がいいですね。あの丈太郎が、ナイスシーザー、ナイス波紋だぜ。ああ、なんかシーザー倒したら
お前こそ波紋のコントロールが様になってきたじゃねえか。あ、決まりましたね。Thank you for playing。ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。セレクトキャッチ。先ほどジョタロと格闘技のニュースを使ったので、次は。ストロッテムというのでしょうか。俺の戦いぶりを見てな。組み合わせを使ってみて。キャラクターの切り替えとかはどうですか。はい、ある意味で結構あらでてば。まずい、みんなから圧倒されてる。総攻撃が来るぞ。うろちょろしてるやつ、気をつけな。そんでまとめてみてみます。ドイツ進行いいぞ。近くからロックオンされたぜ。気をつけろよ。おお。いい場合だぜ。その状態を維持して戦いな。まだこれからだ。近くからロックオンしない。気をつけろよ。なんてことはない。相手とはまだ距離があるぞ。近づかねえと攻撃できねえ。コツをつかんだか。コツをつかんだか。あいつの角。ドイツ親友隊の相手と降伏するなら今だ。ドイツ親友隊まずい。みんなからロックオンされてる。総攻撃が来るぞ。コツをつかんだか。相手が近づいてくる。バックアタックで大ダメージだぜ。これからだ。この野郎きっちりとぶちのめして。ロックオンされたぞ。遠くから狙われてるぜ。辛くなってきたんじゃないのか。やるじゃねえか。おめえに勝つ自信はあるぜ。見ろ、ヤツの後ろが楽だぜ。ドイツの勝ちやりな。ドイツ親友ロックオンされたぞ。遠くから狙われてるぜ。この野郎きっちりとぶちのめしろ。やっぱしない。近くからロックオンされたぜ。気をつけろ。体を若ければ未熟の最高一郎の現状であり。奥さん行くぜ。ああ刻むぜ。波紋のビート。シーザー、あれやるぜ。あれか。わかった、行くぜ。俺にもお前を倒す術がある。この目を刺されそうだぜ。邪魔しに行けよ。敵を見せる。まだこれからだぞ。いじめのアイデアを考えてやる。ロックオンするだぜ。なんてことだ。おお、強いですね。おめえに勝つ自信はあるぜ。何くろとくろ。やるじゃねえか。やるじゃねえか。やるじゃねえか。強くなってきたんじゃねえか。やるじゃねえか。
ちにしてやれなよ。俺の最後の波紋だぜ。受け取ってくれ。シーザー、相手をリタイアにさせたぜ。キーズロー、キーズロー、何ドイツ侵入、みんなからロックオンされてる。総攻撃が来るぞ。ジャジャー、いじめのアイデアたくさん考えてやる。味方がとどめを刺されそうだぜ。邪魔しに行きな。見ろ、ヤツの後ろがガラクだぜ。仲間じゃ。死んでたまるか。モンドルバイカー、仲間がとどめを刺されちまった。あとは一人で頑張んなきゃなんねえぜ。今回は勝てましたね。うん、なんだかんだで便利そうではあるな、その体。当然だ、我がゲルマン民族の最高知能の結晶なのだからな。強敵現る。ディエゴ・ブラウンドが出てきましたね。便利そうではあるな、そう。当然だ、我がゲルマン民族の最高知能の結晶なのだからな。やはりストーハイマーノリがいいですね。
you for playing! ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。マイクキャラクターから組み合わせて、セレクトラキャラクター、こちらを試してみましょう。1年 B 組、東方丈介です。何やらこの、スキル発動とかターゲットロックとかうまく使っていて、デュアルヒートゲージを貯めて L1R1 を押して引っ掛け攻撃を出して、仲間がすかさず追撃をして、その後にデュアルヒートアタックを使用するようですね。オープンだけあと一射ほどで打ち倒す。あと一回ほどで打ち倒す。みんなから攻撃が来るぞ。うまい。あと一回ほどで打ち倒す。うろちょろしてるやつで気をつけな。入ったぜ。ゴロンゴロン。じゃねえぞ。ボスのディエゴブランドですね。ターゲットロックでした。オープンだけ